2月19日から21日までの3日間、イオンモール京都で2015年度立命館映像展が行われました。これは映像学部生と大学院生の卒業制作展として毎年行われているものです。すごく大きな会場でした。で、まあ、毎年毎年映画館もちょっとずつ大きくなったりだとか、結構入る人の規模も増えてるんで、結構そうですね、いい機会にはなってるかなと思いますね。何でしょう、もっと、映像学部の認知度が上がればいいなとはすごく思ってて、まあ、こういう上映会にもやっぱり、立命館内の、まあ、多学部の皆さんであったりだとか、他の一般のお客様、なんかむしろ映画に興味がある人がすごく来てくれると、なんか絶対楽しめるものがあると思うので、展示も含めですけど、まあ、そういった方々が来てくれると嬉しいなと思います。はい、1年ぐらいかな。そう、1年ぐらいかかってるんで、それがやっと終わったって感じですかね、僕は。あって、もうなんか卒業っていうのも込めての終わったって感じです。人の大切さっていうのを一番学んだかなと思います。まあ、人とのつながりってすごい大事だなって思いました。ああ、映像部の特徴はそのいろんなことが経験できるってところで、まあ、実写もそうですし、この展示だと VR とかこういうメディアアートとかゲーム、アニメーションとか多種多様なものがあるんで、そういったところを特に見てほしいと思います。6年目となる今年の映像展のテーマはカラフル。個性的で色とりどりな作品が展示上映され、3日間でおよそ1600人が訪れました。24本の実写映画の上映のほか、ヘッドマウントディスプレイを用いたバーチャル作品や CG アニメーション、ゲームなど様々なメディア作品の展示が行われました。訪れた人たちはそれらを実際に体験し、最先端のアート体験を楽しんでいる様子でした。そうです、展示としても割と規模が大きくなってきているので、そういうところをもっと注目していただけたらなと思います。より作品に集中したり、入り込んで体験できたりするかなと思います。4年間の集大成である映像展は後輩たちの目標となり、来年以降につながる3日間になりました。